スピカは韓国の女性5人組のアイドルグループ。2012年2月9日デビュー。2015年12月まで B2M エンターテインメントに所属。2015年末から CJE&M に所属。2017年2月に契約解除した。グループ名のスピカは乙女座の星の中で一番明るく輝く星のことであり。 音楽業界で最も輝く星になりたいという意味が込められている。メンバーは長い間、練習生としてデビューを準備してきた実力派で、歌、ダンス、作詞、作曲などの音楽性と実力を備え持つ。キム・ボアは、IU と練習生時代を過ごし、カラ、IU、インフィニットなどのボーカルトレーナーを務め、ウタやコーラスに参加。ヤン・ジオンは、元ご少女。 元 T アラのメンバー。パクナレは、ネット、スーパースター系出身。キム・ボヒョンは 2NE1 の候補練習生出身。また、キム・ボアは5年、パク・ジュヒョンとヤン・ジュウォンはほぼ10年近い練習生時代を過ごした。2012年1月10日にデジタルシングルを公開し、同年2月9日に、M カウントダウンにてミニアルバムで正式デビュー。 2014年8月6日、アメリカデビューシングル、I Did It をリリース。2014年9月12日、スピカのプロジェクトユニットグループ、スピカ S がデジタルシングルをリリース。2014年10月16日、パクジュヒョンがパクシヒョンに名前を変えて活動することが伝えられた。2014年11月5日、スペシャルデジタルシングルゴーストをリリース。 これはファンに贈る秋のプレゼントとして、音楽番組活動はしなかった。2015年6月5日、作詞家作曲家が、商業音楽のためではなく、純粋に作りたかった音楽を完成させた後、最も似合う歌詞を選定して発売するプロジェクト、ビッグブラザープロジェクトのスイートによる、ファーストデジタルシングルに、元 EOS のキムヒョンジュンが、ボーカルに、 キムボアがフィーチャリングに参加した。2015年12月、スピカが CJE&M へ移籍。2016年8月25日、デジタルシングル、シークレットタイムをリリース。キムボアが作詞に参加。2016年12月4日、原宿アストロホールにて、日本初披露となる、スピカ、S ファーストショーケースイン東京を開催。 2017年2月8日、スピカの契約解除が発表された。デジタルシングルミニアルバムソロユニット OST その他、メガボルト、デジタルシングルメガボルト。ありがとうございます。